今日は大志子神社ですね。石の方で、有名な巨石がある日本三奇と呼ばれてますね。こういう感じでね、ちょっと坂道がありますが、ゆっくりゆっくり上がれば上がれないことはないですね。国の史跡ね、まあ、この辺ね、石の山が多いんですよ。とにかくね、もう城の石なんかこの辺から切り出していったんちゃうかな。こういう感じで梅の花がねちらっと咲いてます。だからね、玉垣っていうかな、駐車場はまああのようにね、向こうに見えるあそこ割と広い、ちょっと下は土ですけどね、止められますので、桜も咲くみたいですけど、よいしょーとこう上がってきてね、これは何か、あ、お手洗いはそこです。これは資料館か。あ、でも今日は空いてるのかな。あ、今日は、3時過ぎたからあかんな。今日はもう閉まってます。休みの日の10時から3時までね。そういう感じです。巨石がね、とにかく今日は出来上げました。はあ、しんど。ね、すごい。令和4年になんかやるのか。国の日本三奇だからね。三奇ってどこや。ちょっとね、奇妙の奇という字、奇跡の奇という字を書いて日本三奇、大名打ちの命と宿儺彦の皆命、これ皆さんね、また読んどいてくださいね。これは何ですか。休憩せやね。休憩してあるわ。ちょっとここで休憩できるし。ね。これは何か。景色はね、加古川やね。あ、高砂か。僕は高砂で、こっちは加古川か。こんな感じですね。あの子前に蹴ったんやね、なんか森神社から大きな声出してもあるよな。ちょっと雨だ、雨があるね。ちょっと虎やからね。神社というんですね。よいしょ。あ、これは、手の消毒大将大名打ちの命やね。またの名を大国主の命というから、ここは売店ですか。海岸料は大人100円。玉垣。
募集中。100円ね。エマがね、パンパンと持ってこ、日本三級ってどこや。出ました、でかい石、はい、切り立って、こんな石をどないして切ったのかですよね、これ。下は水やし、これはすごいね。これね、上階段登っていけるはずですからね。下水やろ。あ、なんか書いてあるで。お願い、効果を投げ入れるな。すべての効果には銅の毒素が入っており、法の下へ入れた鯉が死んでしょ。あ、鯉が死ぬ。カエルがキスしてますよ。締め縄です。はいはいはい。でかい、でかい、でかい。で、こういうのちょっと石の前歩いて回りますね。で、これちょっと祠みたいなのがあります。このね、突き出たのは何かな。あ、なんか知らんけど、はめ込み用のなんかか、これ。不思議な形してますね、これ。大志子神社ね。こうやって回れるんですよ。ね。これ上の方ね、これね、よいしょ、一旦出るんかな、一旦出まして、山頂公園上から見るとね、この巨大さが分かれへんからね、ちょっと見てみましょう。老体に道打ちますわ。これは何の木や、梅じゃないか、一つ葉だけタゴ、なんじゃもんじゃの木やて、これ。なんじゃもんじゃの木やて。捨てる人あれば拾うか、宮城。滝科学が、あれしてねえな。これなんすか。三周でいいって書いてあるわ。景色が綺麗ね。車輪もこんな感じですか。ね。べっぴんさんが降りてきはった。三条公園ね。この石段がね、ちょっとおばあさんでは難しい。あ、でも手すりはあるけどね。階段が滑りやすいんですよ、これね。あったあったあった。ひっくり返しました。あ、ちょっと滑り止めの、石もちょっと滑り止めちゅうか、あれ、よいしょ、目の見えない人のためのこのやつも剥げてきとるね、危ないね。よいしょ、ほら、あの巨岩ね、この辺は巨岩なんですよ。山行っても土よりも岩やねんって、ほら、ねえ、しかも岩の上に木が生えとんで、すごいね、植物の生命力。危ない危ない。つぶっとした時じゃ危ない。よいしょ。よいしょ。こういう感じで、射点がね。巨岩です。締め縄ね、無理に回してます。よいしょよいしょ、どっから見るのか、全体図が見たいんだけどな、全体図はどこで見れるのかな。石の全体図、ここか、
この辺りか。さすがやね。これをくり抜くこと自体もね、非常に難しいでしょう。昔は削岩機なんかなかったからね。昔巨大地震がこの辺にあったらしいんだけど、この石でも落ちてきたのかな思ってね、空から。震度8や9ぐらい、あのマグニチュード8や9ぐらいにはなるかもしれんもんな。ちょっと3畳ぐらい行ってみようか。よいしょ。ちょっとおばあさんやところはちょっと厳しいかな。よし。下が滑るからね。上は行っても下りが危ない。ここから手すりはないから。おばあさん無理かな。よし。石切り場か、姫路の家島かな、あの辺からも石切り出したんちゃうかな。城の石とかやったらな、大阪城とか、ここからもいろんな石切り出してると思いますよ。多分船に乗せて運んでいったのかもしれんな、大阪や京都やあっちの瀬境に。この辺の岩盤の石は割とね、強度があって、結構石垣なんかにも使われたんちゃうかな。よいしょ。まあね、石の写真ばっかりで申し訳ないけど、まあこんなとこですよという、まあ大体様子だけをね、お伝えできたらええんで、もし興味があったらまたね、この辺は石の採掘、採石場っていうか、採掘場っていうのか、正直ちゃん頂上の山まで来てね、大体こんな感じやねんっていうね。向こう側は第二神明、姫路バイブス、加古川バイブスから